ベイラ回り込みました。しかし八百井さん、いいゲームになりましたね。いいですね。真剣な表情の両選手。レイの輪島の動きが出てきました。右のボディーブローです。ちょっと左で相手を回しました。オリベイラ目が離せなくなってきましたですね。そうですね。それとね、輪島君はうまく相手の打ち気をそらしてますよね。はい、右のフック独特、輪島ちょっとサースポースタイルに変化して右のフックを決めました。絶対打っていかないですかね、こういう時は。あ、そうですね。顔を言いしません、輪島。のボディーブローオリベイラ、右のアッパーカット、インサイドから手を出してますね。オリベイラの攻撃です。右のアッパーです。今度は輪島ボディーブローアッパーカット、ロープに座りながらアッパーを打っています。オリベイラ、輪島左右のフック、大手湯輪島アッパーで返します。オリベイラ男の掴んだしゴング、第4ラウンド終了しました。ましてタイトルを獲得、すでに2年3ヶ月を経過しております。それまでにチベリア、ドノバン、オリベイラ、リュウ・ソリマチ、デルチニと過去5回防衛に成功しておりました。今晩が6度目の防衛戦、もしこの6度目の防衛に成功いたしますと小林宏の持ちます日本記録とタイ記録ということになります。しかし輪島の動きが八百井さん生き生きしてきたんじゃないですか。詰まりながらも反撃いたしますオリベイラ。輪島声を出して攻撃を続けております。あっと左に当たりました。ボディーブロー、オリベイラのニューラッパー、真剣な表情の輪島、下がります。オリベイラ、オリベイラも顔が険しくなってきましたね。ボディーブローです、オリベイラ。左のフック、いいですね。それとね、上下の打ち合い、左で当たります。チャンピオンのいいパンチです。また左です。また左、チャンピオンいいパンチ。オリベイラ懸命の反撃です。右のフック、このラウンドもチャンピオン優勢。オリベイラも苦しそうな表情です。また左を見せました。左、右のフック、左、左のフックが取りました。オリベイラ、あーっと左、左側の人は今攻勢。オリベイラミスブローです。チャンピオン攻勢です。場内騒然。落ちてきましたか。それと右をね、打つのがね、はい、崩れすようになりましたね。フックっても体崩れるんでしょう。前はそんなオリベイラじゃなかったんですけどね。おっと、これは足を引っ掛けました。これはスリップです。輪島感覚のお辞儀をしております。もうですね、まあ最終ラウンド乗り切れれば輪島の防衛間違いなしという感じですがね。さあ、さて最終ラウンドですが、ゴンが鳴りました。ラッシュしています。輪島
ってるんですよね、知っててもね、この人の性格ってのは打っていくんですよね。そうですね、最後まで打っていきますからね。さすがに炎の男輪島光一、攻めていきます。左が当たりました。最終ラウンド、持てる力をフルに発揮しています。チャンピオン最終ラウンド、今ちょうど左を切りました。今しかしまた攻めていきます。左のフック、左から右、あと1分です。右のフック、オリベイラ回り込みました。最後まで激しい闘志です。あと15秒、そうですね、あと5秒です。ゴング終了であります。最終ラウンド、八百板さんの採点は5対5と互角であります。したがって八百板さんの採点ではチャンピオン輪島が4ポイントリードということになります。一番俺はこの試合いい試合と思ってる、専門家が見るとね、やっぱり、ね、いや前の試合を見て今の試合を見たら特にね、いや考えられねえなっていうことだよね、そのぐらいやっぱりこの試合で勇気なければ、おっとやべえな、おっとおっとしたら、おっとやばいな、こういうふうにしてね、うん、おいで、うんってこういう感じで、だからパンチもらってるんだよ少しは。でも必ずもうギリギリでやってるから、この危険なところでボクシングやるんですよ、はい、右のフック、左、また左、チャンピオンいいパンチ、 100% 叶わないって相手に3ポイント勝ったんだよ。いや俺も考えられなかった、信じられなかったよ。この信じられないって言葉いろいろ使うけども、本当に信じられなかった。いやー、おい可能性ってあるもんだなと思ったね。昭和49年6月成功すれば日本新記録となる7度目の防衛戦、チャレンジャーは当時無名のオスカーショットガン・アルバラード。オリベイラを下した自信とスピードとパンチ力で大方の予想は輪島有利だった。それからスピードですけれどもね、試合前輪島は僕の方が上だということを言っておりましたが、そんなに差はないですね。ありますね、はい。一見さん、はいはい、チャンピオンのコーナーですがね、はい、美佐子会長はですね、ワンツーのタイミングが遅いのでね、はい、輪島選手に相手のブローをミスさせるようにヒットアンドウェイといいますかね、はい、もう少しよく動け